はい、どうも、パジャマ YouTuber チャンネル、リンボーでーす。ありがとうございます。コメントでメイク動画とスキンケアを一緒にしてほしいって言われたので、今からスキンケアやっていきたいと思います。まあ、いつも見てる方は、わかるかなって思うんですけど、もうこちらですね、本当に。卵化粧水と、こちらの卵保湿ジェル。あ、もう、もう終わりに近づいてる。もう空っぽに近い。そこで、最近の私は、じゃじゃーん。冷たっ。キンキンに冷えてやがる。あのね、冷蔵庫で冷やしてるんですよ。もっと変わんないけどね、前と。もう顔面びしょびしょにしますびしょびしょにします。でから冷たい、近づいて、そこが見えてきてる、悲しい。もうこれで、はい、保湿ジェルのクリームでもうびちょびちょに塗っていきますで、いつもねマッサージしてるんだけど、私ね全体に伸ばすじゃん。伸ばしてからの、ここフェイスライン。フェイスライン良さ。まず、こう、まあ、待って待って。まず、この目のあたりをね、下に落とす。で、目の血行を良くするために、クリーム入らないように気をつけてもろって。でから鎖骨にね流してあげるの、こっち方向に。よいしょ。でこの首、耳後ろに思いっきりツボが、痛いとこがあるのよ。あって、ここなんだよ、第二関節っていうのかしら、わかんないけど。でグーって押したら痛いのよ。そこがなんていうの、ここから持ち上げたもののゴミ箱になるから、まあちょっとほぐしてあげるなり、長時間押すなりしてあげて、ウィーンって持ってあげたものを、はい、押して下に下ろして、鎖骨に捨てて、はい、ここ下ろしてきたもの、ここゴミ箱だから、うん、捨てて、でから鎖骨のちょい下あたりがなんかまた押した痛いのよ。ここを押してあげて、あげて、で肩もマッサージして、肩私凝りやすいからマッサージしてあげて。クリームベソベソの時あったかんよ、あの、うん、撮ってるから大丈夫だけど、みたいな感じでマッサージしてあげるとちょっとずつスッキリします。はい、ちょっと傷が収まった。はい。はい。ちょっと YouTuber っぽいじゃん。はい。こちらですね。まず下地使っていきます。もうほんと梅雨入ってしまったね。マジで気持ちダウン。雨とともに気持ちもダウン。待ってさ、私も走る気満々だったのよ。もう4日も走ってません。あと、朝早くは起きれません。もう自業自得。いやー、どうしましょう。筋トレはね、やってるんですけど。そう、皆さん聞いてください。昨日の夜中2時半に体重測ったんですけど、もう朝も昼も夜も食べてるじゃん、ご飯食べ終わった後の夜中の2時半で、お菓子も食べてる。なのに体重測ると 54.3kg だったんですよ。素晴らしい。もういつも夜ご飯食べ終わったら私、あの、56kg になったりとか、たまに良くなるんですよ。で、朝昼食べてなかったら体重
まあ、54.3 キロとかあったんですけど、もうびっくりして、もしかしてこれお昼測ったら 53. 点何ぼかになるんじゃないですかって思ったんですけど、まだ測ってないんですけど、ちょっと今度測ってみる。明日測ってみるわ、ちょっと。で、また、明日のメイクするときに言います。うん。やば、早く測りたい。なんで今日測らなかったんだろう。まあ、いっか。まあ、明日言いますね。めちゃめちゃ嬉しくない？やっぱ、体動かすことって大切なんだなってすごい思った。あと皆様の肌綺麗と褒めてくださりありがとうございます。もう光栄です。もう私のね、私の一番の長所はもう肌しか、もう自信がないんですよ。肌ありがとうございます。もうちょっとたるみとかあるから、もっとヒップアップケツか、それ違う、あのフェイスアップ顔アップ、うん、フェイスアップ、あのできていけばいいなと思ってる。口元だけさ、こう線が入ってたらさ、老けて見えるじゃん。私もおばさんとか言われたくないんですけど、たまにさ TikTok のコメント欄でさあるんだよね、これコンシーラーね、おばさんとかつって、おばさん、私二十歳なんですけど。まあ、おばさんかもしんないけどさ、高校生、まあ、中高生から撮っちゃ。わかんないよ。嫌だよ、まだおばさんになりたくないよ。ちょっとピエンピエンしちゃう、そういう時は。ピエンピエンピエン。今日も眉毛ビヨンビヨンに伸びてきてます。ファンさせちゃおうぞ。マジで、眉毛ファンになってくれてる人いるんですよ。眉毛ファン、ありがとう。なんなの眉毛ファンって。本当にスクショを撮ってる子いるんじゃないかな。眉毛成長物語だね。いや、なんか本当にあの体には良くないと思うんだけど、私夜中に筋トレしてるんですね、いつも。だからよく二度寝しちゃう、ここ最近。ほんと3時半ぐらいまで起きてるんですけど、LINE ライブが朝の10時から12時、ほんで夜の22時から24時までやってるんですけど、その24時終わった後に12時半なってから筋トレをするっていう。はい、ちょっと終わってからすぐ筋トレしたらいいんですけど、なぜか30分は携帯見るタイム。もうあるじゃん、みんな。なんかもう TikTok とかさ、YouTube とか見出したらさ、推しっているじゃん。推しを見てたらもう止まんないんだよ。わかります？この気持ちわかりますよね。みんな一緒だよね。止まんないのよ。ほんで見たら、あ、もう12時半や。やばい、筋トレしたな、みたいな感じで。やってるんですけど。お粉ポンポン。いやー、マジでこれは分かってほしい。おすすめのね、出てくる動画、いろんな人をこう見て、かわいい、萌えとかって一人言ってるの。え、ババアって言った？ちょっと黙って。いや、もうほんとそれ。プラタニゲン。ピエン。ピエン、こうやってパン。いやー、痩せたい。いやー、ガチで痩せたい。もうね、私本気だよ。いつまで本気言ってるんか、みたいな感じやけど。もうガチで痩せに行くから、本当に。本気出したら止まんないよ。知らんけど。それは知らんけど。ごめん、それは知らんけど。もうやる気モード全力で今出してるから。あ、ごめん。ペン。はい。うん、いい感じ。で、待って、今日めちゃめちゃ肌綺麗じゃない？すごい。なんで？わかんない。今日の肌は多分綺麗だと思う。
てー。おお。テンション上がるんですけど。かずみきさん、はい。今日はね、ちょっと TikTok をため撮りっていうかたくさん撮っておきたいので、ちょっとナチュラルのメイクでいきますね。振り動画、あの、リアコこじらせて、しんどいってやつ。なんか下がったけど、しんどい、愛してるのファンだけ。で、みたいな、あるじゃん？あの踊り、すんごい可愛いの。でも、難しすぎて、諦めてたのね。とか、I love you, ちゃ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 とか、振り動画を全くやってなかったの。だから、それを、今日は、撮りたいなと思います。いや、マジで、避けてた。難しすぎて、最近の振りが。もうだけど、私今日頑張っちゃう。だから、今日はシンプルメイクで行かせていただきたいやと。え？今日はシンプルメイクでいただ、え？ちょっと。今日はシンプルメイクで行きたいなと思います。なんか言い間違いのほんまに。誰が一人で突っ込めちゃってん。では。はい。セーディング。シュ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 。どうしよう、また顔むくんできてたら。やだな。やっぱここ重心よね。セーディング。で、ここ？ここ重心でいいと思う。うん。いいね。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ、いいよ。じゃ、マジで小顔になりたい。泣いてもいいですか？もともとも小顔の人はもう、何してるか本当に聞きたい。あのさ、まあ、投稿してる人たちとか、うん。毎日継続してるんだと思うよ。もう、可愛い人ってもう、キープするのも絶対大変だと思うし。ね。すごいと思う、本当に。じゃあ私も小顔になりたい、それでキープしたいんですけど、助けて。誰か教えてください。小顔になりたい。ちょっと、ずらさせてもらいました。LINE ライブ。179人行きましたよ。はい。今週200人ですね。私が言ってる目標の200人。果たして200人超えることができるのか。日曜日までだよ。いける。多分いける。知らんけど。あか、口癖知らんけどってめちゃめちゃ言ってる。無理。いや。PM 口癖。どうしよう。え、おばさんはもう古いよ。最近の若者は何の、どんな言葉を使っているのかしら。私もわかんない。でね。よいしょ。私の、こう、家族の中でミックスジュースっていうか、バナナミックスジュースみたいな。なんや？バナナと、牛乳を合わせた、なんか、ドリンクをね、作ってるんですよ。ミキサーでガーってやって。私、バナナ、無理やからさ、いつもなんかガーって作ってんねんけど。横目でなんか苦笑いしながら見てるっていう私ね。そう、飲めたら美味しいんやと思うねんけど、ちょっと、味を想像すると苦手かなってやっぱ思っちゃう。オッケー。んで？んで？
私よ、ニーレにしようかね。いつも通りオレンジでいきましょう。みんなバナナジュース飲める？飲める人手あげて。あ、違う、私じゃない、手あげて。え、そんなに飲めんの？知らんけど。え、すごい。天才じゃない？知らんけど。マジか。もしかしてバナナジュース飲めないからってバカにしてんでしょ。バカにしないでよ。知らんけど。だってわかんないもん今。コメントで書いて。コメントで書いてください。で、ミックスジュースな。あんま飲まへん普段から。めちゃめちゃ美に健康、超さ美の健康オタクっていう感じのさ美人女性たちはさ朝からミックスジュース飲むでしょ。もう本当に尊敬でしかないな。私飲めないんだけど、もうそっからあの格差が出てるよね。格差なんか、あ、もうお前ダメねって言われてるようなもんでしょ。辛いんですけど、飲めたら飲みますよ。ミックスじゃなくて単体がいいよねって私は思っちゃう。あと朝からヨーグルト食べてる人もあの天才だと思う。いや本当に私食べれなくてさ、ヨーグルトはなんか蜂蜜入れないと食べれなくって、しかも毎日とか食べれないもん本当に。ちょっと酸っぱいと思っちゃうから、だから食べてる人も本当に天才だと思う。その能力を私にもください。もう食べるだけ、なんていうの、毎日食べ続けてやるっていう人も本当に努力の塊、尊敬、素晴らしいと思う。なんだろう、自分がこうさなんかできないことが他の人が、じゃ自分がなんかできないことを他の人がなんかできてたらもうなんかもういつも尊敬と思っちゃう。いやこんなんやってできんのに嘘やん、すごいやんみたいな、めちゃめちゃ思うねんな。ん？めちゃめちゃ垂れ目？違うか、垂れ目に見えた。おやおや。あはははは。私の特技はおしゃれなジョージ。もうこれしかできないんだよね。似てないかどうか知らないけど、すんごい雨降ってきた。え、つらい。ごめんなさい。なんか天気にも嫌われてるみたい。ごめんね。今の時間帯にあの土砂降りになって、あの今も外で歩いてる人ね、ちょっと私のせいで土砂降りにさせちゃってごめんなさい。お猿のジョージの真似したらなんかすごい雨降ってきたんですけど、ごめんね。めっちゃ降りやん、音がすんげえ聞こえてくる。ごめんね。指でもポンポンしちゃおうな。ポン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 、あ、ポンポン、ちょっとやりすぎた。ポン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 、ちょっとやりすぎた。ポン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 。オッケー。行くよ。このほっぺ、頬骨のここの一番こうつけてあげるところが大事かしら。
なんか光って見えるよね。こう動画撮ってても。街中で歩いてても、ライトがちょっとピカってしたらここが光るから、すごくいいと思いまする。で、あのね、つけまつげ、あったじゃん？あれね。昨日も2個つけてたつけまつげなんですけども、はい。ただ私あれ交換かな、そろそろ。なんか、粘着がすごいベタベタついて、メイク落とした後もちょっとついてたのね。多分あれもう交換時期なんだと思う。だから、まあ、2週間弱ぐらいで、さ、まあ、なんか2週間ぐらいで交換時期かなって思ったかな。2週間持ったら十分だよね、550円で。ポポポポ。ポポ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 。何時やん。いきます。はい。こちら。犯罪者。眉毛。太いな、眉毛、ほんまに。見るたんびにどんどん濃くなるし、太くなるし、ほんまに。眉毛さんも早く行きたい。皆さんちなみに、なんでこの主は剃らないのかって言ったら、もう何回も言ってる通り、私は眉毛サロンに行くために伸ばしてるんです。もう少し温かい目で、お守りください、この眉毛を。眉毛サロン行った時も泣きそう。伸ばしてよかったっつって泣きそう。眉毛ファンの子はちょっと泣くんじゃないかな、眉毛推しの子。LINE ライブ本当楽しいよ。あのね、LINE ライブ本当にめちゃめちゃ楽しいので、よければ来てください。最近 TikTok からめっちゃこう1日に2回か3回ぐらいは、いつも TikTok 見てますって言ってくださる方がちょっと増えてきまして、本当にありがたい。嬉しいって自分言ってるんですけど、本気で嬉しい、本気で嬉しい。はい。次何？メカキニャーン、キニャーン。そうで、その LINE ライブで、なんでこう仕事を辞めて、今 SNS やってるかっていう話を、経由とかも今日話してたんですね。新規さんの方が結構たくさんいらしたので。そしたら YouTube 登録しますっていう風に言ってくださって、初めての方で。そうで、見たら本当に登録してくださってたので、めちゃめちゃ嬉しかった。なんかいろんな出会いがあるから、本当に楽しいですよ、ライブ配信。ぜひ遊びに来てくれると嬉しいな。ごめん、紹介しなかった。はい、これラメピャン。マジでこのピャンの効果をいらないの、鬱陶しい。ポポポポ。キラキラン、キラキラン、キラキラン。大粒のキラキラグリッター、マジ最強。次なんや？まつげあげなきゃね。今日も一本のまつげが消えてしまいました。つらい。
会えないんです。あ、そういえば TikTok でカラリアさん その香水の方をね、案件でさせていただきました。なのでよければ TikTok 覗いてみてください。ちょっと今香りつける。えっと、あ、めっちゃいい匂い、めっちゃいい匂い、はっ、おらおらおら、はっ、最強。なんか香水ってさ、メイクする前につけるくない？出かけた直後、出かける直前やったらさ、匂いきついね。自分もやし、多分周りも結構強烈な匂いいくと思うから、なんかさ、電車の中でも香水をすると周りの人が、あ、きつってなる可能性もあるって、同じ感じで。そう、うちはいつもお出かけの時は、まあちょっと早めに香水するかなって感じ。はい、あ、めっちゃいい香りする。今日ちょっと洗礼のために香水振りました。アイライナー、こちらアイライナー、こちらとこちらを2本使いでいきたいと思います。まずはジェルライナーのクリーミータッチライナあの、私のこのアイライナーの引き方は、目尻、目の形に沿って引っ張るですね。はい、いいです。あ、まつげいきましょう。ここについてた、しんどい、しんどい。あ、オッケーオッケー、上がりました、上がりました。こちらですね、D-UPさんの真っ黒のマスカラ。私黒のマスカラしか持ってなくって、案外茶色とかもいけんのかなとか、最近ね内心思い始めた。マジで私のメイク道具のバリエーション少なすぎ。マスカラとかアイライナーの色でやっぱメイクって変わるよね。待って、どうした？どうした？ちょっと待って、大事故。いった。こんなことありますか？ちょっと待って。どうした？ちょっと落としてきます。よそ見しちゃった。あら、上もついてるやん、がっつり。ちょっと落としてくれ、まず。ただいま、あの、見事に全部落ちました。嘘でしょ。ちょっと待って、こっちの目だけメイクできてる感じですね。やば、今目ちゃんと目洗ってきたんですけど、がっつり目の中入りました。だから目洗うとも黒いのがパーって。いや、本当に思ったことは、皆さん喋りながらメイクするのは気をつけましょう。わかりましたか？もうこれでよくわかりましたね。私が身をもって体験させていただく、体張って体験させていただきましたので、
気をつけなはれや。あーしんど、いや本当にびっくりした。目洗ってもイカスミ状態だから黒いのがドロドロの流れですよ。やばいやばいやばい。大丈夫。ピュー。無言で片っぽだけメイクやっていくわね。これさっきのやつ怖い。何しようか。チーク塗ろう。チーク。笑ったところのさ、ここら辺だよね多分。つけすぎかな。こちら行きます。コンシーラーとパウダー忘れた。こちらイニスフリーザ。すんげえ若。で眉毛パウダーでちょっと下唇に影を作って、うっすらの方がよくない？多分なんかさ、
変にべっちゃりくっつけるより、あ、自分の顔的にね。土屋さん、あ、なんかいつもよりいいかもしれん今日いつもと同じ口紅を使ってるんですけど、何が違うかっていうと、塗ってから口をパッ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 でティッシュオフしてから伸ばしていったんですね。あ、こっちの方がいい、絶対こっちの方がいい。あ、いい、自画自賛。あ、いいっすね、いいっすね、非常にいいっすね、うん、よし、これでいこう。非常に可愛い、いいと思う。下ろすととんでもないちょっと違う、はい、完成でございます。じゃあこれで TikTok 撮ってきます。はい、ご視聴ありがとうございました。 YouTube チャンネルリンボーパジャマ YouTuber で登録よろしくお願いいたします。 TikTok、Instagram もやっております。ぜひフォローお待ちしております。はい、 LINE ライブもぜひお待ちしてます。リンボーで検索よろしく。はい、以上リンボーでした。また会いましょう。またねー。you